はい、皆さん、毎度毎度。はい、ちょっとね、ブリーチのね、実験ね。これさ、ブリーチってもしかしたらオーバータイムがないんじゃないかと。置けば置くだけ抜けるっつうの？だからブリーチ剤塗ってね、一晩置いたらどういうことになるかね。ホワイトブリーチするときは皆さん2、3回さ、ブリーチするよね。3回ブリーチするのにさ、洗って乾かして、薬剤作って塗布してね。で、3回ブリーチするのに時間どのぐらいかかるかってんだよね。ブリーチの放置時間ってのはまあ30分ぐらいで、お薬作ってね、塗布するのにだって2、30分かかったりするよね。まあ2人でやって20分もあれば塗布できるかな。それからシャンプーして乾かして、そのシャンプーして乾かす？ショートだったら早いけど、ロングなんかどのぐらいかの？やっぱり20分ぐらいかかるんじゃないの？それからまた薬溶いて、まあ塗布するわけだよね。はい、ちょっと朝になったね。はい、4時56分ね。で、これをね、なんか抜けてる気がするんだけど、今白いのね、ブリーチ剤がついてるとね、白い粉がついてるからね、抜けてるように見えるんだよね。で、洗うと意外と茶色かったりするよね。だからこれをね、オーバータイムがないんじゃないかっていう、ね、ブリーチ剤っていうのは延々に抜け続けての塗ってる間、だからこれをさらにね、遠赤でね、加温しようと思うね。ブリーチ剤をね、一晩置くってことはないよね。でも室温が14度でね、ちょっと低いんだよね。ここで一発ね、ダメ押しね、遠赤ぶち込んじゃう。で、30分ね、加温する。まあ大体35、6度ぐらいの温度になるかな、体温ぐらいにね。パーマ液の概念だと、もうこれ以上は還元しないっつうの？もうこれ以上パーマがかからないっていう状態で加温するわけだよね。だから傷むんだけどね。パーマはもうかかんないんだよね、こういうことやってもね。だからブリーチはね、いや、もし、力が残ってんだったら一押し行くんじゃねえかと。ダメ押しでね、遠赤ぶち込んだね。表面温度測ってみようか。はい、もう遠赤はいいでしょう。ね、あ、遠赤の水だね。はい、31度、29度。人肌より緩いのかよ、これで。ねえ、ちょっとこれ反射しちゃったらダメなんだよね。31度、32度、まあ人肌ぐらい？体温ってこんなもんかい？え？まあいいや。で、まあこれをね、ちょっと洗ってみましょう。はい、今5時ね、5時半。朝から何やってんだよ、おめえはってね。これがいいか。はい、このまま洗ってみましょう。どんな色になったかね、これがね。遠赤入れてもね、あまり変わった気がしなかったね。むしろ一晩置いた時の色がそのまんまだったから。だからブリーチだけどこまで効くのかね。オーバータイムってどこまでって感じだよね。自分の仮説だとね、ブリーチ剤っていうのはね、延々に効き続けるっつうの？まあ、それも立証するんだけどね、まあ今期待込めて洗ってんだけどね、さあどういう答えが出るかね。はい、これ引っ張りましょう。はい、お疲明らかれに抜様けてでしる。た。